足の匂いわかるかな。分かってねえかな。分かってなげ。出る準備だけしときます。もう朝来て一度確認してるんで。俺ぐるぐる巻きだよお前。ぐるぐる巻きだわ。足見ると5、60、あっち行ったらなんか4、50キロに見えたんですけど、足の大きさからすると5、60キロは60キロぐらいありそうだろうな。遠目だったんでね、はっきりサイズがこれですって確定はしないですけど、足見ると60キロぐらいありそうですけど、あとは倒れてからですね確認してみないとわかんない。イカコン、ゴンちゃん、ゴンちゃん、ね、無理しないんだよ、気をつけていくんだよな。お前がちょっと変な動きすればすぐ止めちゃうかん な、気をつけてな。よし、うん、あざーす。かかってます、うん、かかってます。泣かねえな。よしよし、気をつけろ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 。よし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 。気をつけろ気をつけろ。よし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 、ゴー、ほいほい、よしよし、はい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 、よし、はいはい、よしよしよし、行ってみろ、行かねえ、ゴンちゃん、よしよし、よしよし、頑張った、泣いたね泣いたね、え、お前慎重派だな、慎重派、よしよし。60キロぐらいですかね。静かなもんです。訓練でちょっとイノシシ見てたけど、いやこれはゴンです。ワンワンってちょっと泣いただけ。おはようございますって。あ、だまあ大丈夫だと思います。もう倒れてるから見るんだって、見れますよ。もう行けば分かると思います。よかったね。こっちの人もあれ、所長さんもなんか畑っていうか、あの土手とかやられちゃってるんだよとかって言われてたんですけど、こっちでかかると思いますって言ったんで。かかってよかった。そう、あ、それそうですね、その先入っていけばもう分かると思います。ごちゃごちゃになってるんで。よし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 
60ぐらいかね。そうっすね。ゴンちゃん、お勉強しないの？ゴンちゃん、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 怖えんだよな。2度3度ワンって言ってたけど、あ、もうちょっとあるな。70キロぐらいだな、これ。ゴンちゃん来ねえの？ゴンちゃんどうしたん？お金か。そう、何回かよ、ワンワンなってたけど、まあ吠えれば分かってればいいんだけど。ワン、何やってんのおめえ。一回ぐらいイノシシ見てこいよ、お前。せっかくかかったんだから勉強で連れてきたね。意味がねえがね。ワンワン、わかる、お前散歩しに来たんじゃねえんだよ。おい、はいはい、俺俺、はあ、ありがとうございます。はい、70キロぐらいかな。はあ、さ、はいはい、まあ生きてねえからだもんね。なんかすごい音がしたからさ。そうそうそう。社長様にも、うちのところもイノシシが掘っちゃってしょうがねえんだよとかって言われて。そう、そのうちかかりますから、ちょっと待ってくださいね。うん。いやいやいや。すごいんだもんだって、あっちの方掘っちゃって。ねえ。じゃあ出してくるからね。見てって。よーし、あー出た。あー臭いだ。あー先ここに乗せてゴロンって倒したような感じですね。この半分半身乗せて。ここでもいいかな。こっちにもうこう転がしてくれれば乗っかっちゃうんだよ。